はい、今回もね、あいつがやってきました。そうです、マイナス30度です。でも寒すぎて表情がちょっと作りにくいですあと、はい、寝起きです。でね、実際のちょっと気温を見てみるとこちらですマイナス21度。肝心なその体感温度はここマイナス29だね。くそ寒いということでね、こんな日にはもうやること一つです。また実験しましょう。前回ね、あのマイナス30度の時に熱湯を大気中にこうぶちまけたらどうなるかっていうのをやってみたんで、まだ見てない人はぜひ後で見てみてください。で、結構反響が良くてですね、今回はそのいろいろリクエストもらったうちの一つ、あの濡れたタオルをこう振り回すとどうなるのかやってみたいなと思います。はい、じゃあ早速この濡れタオルを使って実験します。なんかちょっと1個じゃつまんねえなと思って2つ持ってきたんで、これでちょっと双剣作ろうかなと思って、あのモンハンの双剣だって。これがさ、ピシーってなったらさ、なんか双剣みたいになるでしょ、これ。はぁーみたいなね。それでいきましょう。やべえ、寒い寒いから、ちょっと寒すぎてちょっと持てないからグローブするわ今ね、こうブラーンってなってるでしょ。いきます。あ、ちょっと木に当たっちゃった。あ、寒い寒い。あ、疲れた疲れてきた。あ、見て見て、ちょっと固まってきた。針製みたいになってきた。あ、もうこれ、え、待って、もう結構バッチバチや。え、すごい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 。ちょっと反対側もこっちまだね、こうなってるから、ちょっと。あー、手が痛え。お来た来た完全に固まってる。え、すげえすげえすげえ。やばいやばいやばい。できました、憧れの双剣。双剣というよりも針線だけどね。シャキーン。てか、1分もかかってないんじゃない？もうあっという間にできたね。うん、すごいわ。はい、ということでね、簡単にできました。まあもう言うても、ここまでは俺みんなね、ぶっちゃけ予想できたと思うんですよね。俺もね、もうできると思ってた。まあただ、俺がこのレベルで終わると思う？体験作りましょう。体験。もうね、双剣じゃね、ちょっとスケールがね、小さすぎるんで、もうでっかい体験作ろう。はい、ということで用意しました。2メートルのタオル。このためだけにAmazonで購入しました。これをもう体全身を使ってぶん回して2メートル級の体験を作ろうと思います。これが今日のメインディッシュです。メインディッシュです。これが今日のメインディッシュです。もうこれできたらさ、ギネス記録しよう。もうギネス記録作っていこう。あ、じゃあ早速ちょっと広いところまで来たんで、ここでもう全身全霊で振り回していきたいなと思います。やばい、水濡らしためちゃくちゃ重くて、これいけっかな。すごきついぞこれは。もうちょっとな気がするんだけどな。この辺なんてちょっと固まってんもん。これきついっすわ、舐めてた、はい、ちょっと舐めてた。手が限界。手袋してても染みついても、あ、痛い痛い痛い、やばい、浸透してきてるもん、もうやばい。ちょっとこれきついかもな。痛い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 。
やばい、ちょっと本気出すわ。ガチで本気出す。ちょっとその半、ちょっとごめん、半分の大きさでやらして。まずちょっと半分の大きさでやるわ。戦略的にいかないと、戦略的にちょっといかないと。ちょっと半分ちょっとピザ回す、ピザ焼く感じでやってみる。ピザ焼く感じ。全然ダメ、全然ダメ、ちょっとダメでした。諦めなきゃいけない時間になってしまいました。なんかね、もうちょっと硬くてね、カーペットみたいにはなってきたんですけど、やっぱ体験はきついっすね。ちょっとごめんなさい、体験ほんときつかったわ。ちょっとごめん、マジで実力不足でした。実力不足だった。もうすげえ固まってんだけどな。もうちょっとだけやってみるか。やっぱりもうちょいやる。ごめんなさい、ちょっとやっぱ無理だ。やっぱね、固まんないわこのデカさは。もうちょっと手が限界っす。はい、ということで、すいません、今回の実験ちょっとメインディッシュ失敗となりました。申し訳ございませんでした。悔しいっすね。まだまだトロントは寒い日が続くと思うんで、引き続きリクエストの方お待ちしておりますんで、ぜひコメント欄に残していってください。お願いします。もしね、少しでも今日の僕の頑張りが胸に響いたという方は、高評価の方とチャンネル登録の方よろしくお願いします。いやー、でもできなかったら悔しいな。そう、こんなのくれてやる。それではまた次の動画で。寝てバカなの、バカなの本当に。やばいやばいやばい。